4ヶ月近い中断期間を経てついに先週再開した J2 リーグ。この時間は2020明治安田生命 J2 リーグ第3節、水戸ホーリーホック対ジェフユナイテッド千葉の一戦をお伝えしてまいります。前節に続いて今節もお客さんを入れないリモートマッチで行われます第3節の水戸と千葉の一戦です。両チームの選手たちがピッチに入ってくるところです。では両チームのメンバーをフォーメーションでご紹介しましょう。まずホームの水戸、ゴールキーパーが松井です。ディフェンスラインは右から前島、野岡、ボニフェイス、細川、富山、中盤のボランチの位置に安藤と山田、右にルーキーの松崎、左に今日は村田が入ります。ツートップは奥田と中山、前節は縦関係になっていました。続いて千葉のメンバーをフォーメーションで見ていきます。ゴールキーパーは3試合連続で新井、ディフェンスラインは右から田坂、チャンミンギュ、増島、下平、中盤の中央に高橋と田口、右に米倉、左に堀米、ツートップは山下とクレーベです。前節からは右サイドの2人が変わって米倉と田坂に変わっています。左サイドバックに富山、今ボールを受けたのが富山です。激しいチェック、ボールを奪い返すクレーベ、パスが出る米倉、中を見る、中は1枚、もう1枚後ろから入ってきた、シュートが来た、先制アウェーの千葉、立ち上がり6分での先制ゴールです。山下のシュート、まずここで守備のところ、クレーベあそこよくボール奪いましたよね、はい、あとはあまり人数をかけずに攻撃フィニッシュまで持っていく千葉のやりたいプレーっていうのが出せた場面でしたね、ゴール前に宇野岡、ボニフェイス、そして細川、両センターバックも上がりました。ヘディングシュート、ポストに当たる、詰めていきますが最後シュートは外側のサイドネット、細川の左足でした。まあ、最後細川のところはまあ角度もなかったですし、まあ、右足だったらもう少しね角度作れたかもしれないですけど、はい、まあ、左足だったんでまあちょっと難しかったですかね、はい、富山、米倉とのマッチアップです。富山は中に入ってきます、右足で上げる、中山が落とす、シュートまではいきません、ただ早い切り替え、ボールを奪い返す水戸、安藤、前島上がってきた、グラウンダーで入れる、もう一度前島、ボールをつなぐ、後ろに下げて安藤のシュート、強烈なシュート、新井が弾く、今のプレーでコーナーキックを取りました。面白い攻撃でしたけどね、はい、ロングスローが入ってきた、浮き球になっている、頭でつなぐ、オーバーヘッドで中に送る、左足のシュート、松井のスーパーセーブでした。山下の左足、やはり松島のねこのロングスローっていうのは千葉にとって大きなストロングポイントですよね、はい、田口が蹴ってきた、千葉に追加点、直接フリーキックを決めていきました。田口は移籍後初ゴール、千葉点差を2点に広げました。いやまあ私も完全に逆つかれましたね、上から落とすのは難しいんじゃないかっていうような話しましたけど、素晴らしいキックの質でしたね、はい、4人ほど選手は固まっていました、水戸今散らばりました、ファーサイドへ、これがボール、拾った松崎、右足のシュート、バーの上、キーパーワンタッチという判定、これ横上松崎左足で狙いたかったでしょうね、船山ワンタッチで川本へ、川又切り返す、もう一度切り返して左足のシュート、
流し込んでチーム3点目。川又移籍後初ゴール。ここまず船山と川又の狙いが見事に一致したのと、あとはこう川又ゴール前で落ち着いてましたね。切り返す、右足で上げてくる、ファーサイド松崎が拾ったところで長いホイッスル。0対3、後半にも追加点を挙げた千葉が2試合ぶりの勝利。水戸は前節の群馬戦から連勝はなりませんでした。